消しゴムマジックを利用する方法をご説明します。消しゴムマジックで編集すると、写真に写り込んだ不要なものを消去することができます。それでは編集してみましょう。ホーム画面からフォトをタップします。編集したい写真をタップします。画面下部の編集をタップします。候補の項目を左にスワイプして、ツールを選択します。消しゴムマジックをタップします。消去するものを円で囲むか、ブラシでなぞってください。初めからやり直したい場合はリセット、一つ前の作業に戻りたい場合は戻るアイコンをタップしてください。またカモフラージュをタップして、円で囲むと色と明るさを変化させて、背景に違和感なく溶け込ませることができます。編集が終わったら完了をタップします。コピーを保存をタップすると保存されます。ぜひご利用ください。